3、ゴールデンウィークですわ、まあ、もう終わりますけど、このゴールデンウィークにあった話をします。結構時代が変わって仕事でパソコンがいるようになってきたんですね。で、まあ音楽もやってますし、せっかくこうやって YouTube もちょこちょこやってるんで、まあ、いい機会だな、パソコン欲しいな。でもね、高いじゃないですか。せっかくならかっこいいの欲しいし、面白いの欲しいんで、Mac 欲しいなって思ったんですよ。10年以上前に最後に Mac を使ったき、ノートパソコン自体使ってなくて、で買ったんですよ、中古。何も考えずに2011年モデルの MacBook Pro、 i7 16GB の500か、まあ、そこそこのやつ、メモリがあるんで使えるかなと思ったんですけど、まあサポートががっつり終了してまして、今2014、2015までだったかな、はサポートしてるんですけど、まあ、してなくて、で OCLP かな、まあなんか ゴニョゴニョっとしたらこう最新の OS が無理やり入れるよっていうのを見つけて、まあ、それもあって買ったんですけど、でやってみたんですよ。一晩ああでもないこうでもないってしながら、で入ったんですよ、2024年の OS がソノマだったかな。で案外サクサク動くし、おやったと思って、でその時にサクサク動くけどちょっとなんか重たい気がして、ちょっとなんか中掃除したんですよね、こういらないソフト消そうとか。で電源落として朝起きると、起きて電源入れるじゃないですか、もう起動しない。まあ中古で2万円だったんで、2万円だったんでっつっても貧乏人なんで、2万円しんどいですよね。2万円の分厚い重たい銀の板が手元に残りました。その1で、その2なんですけど、まあゴールデンウィーク家族でちょっと旅行に行ったんですよ。僕の家族と子供の友達の家族2家族を連れて、2県この県で遊んで次の県に移動して、そこのコテージで泊まって、で朝ちょっと遊んで帰るみたいな。まあ距離的にそうでもないです、往復で500キロ行かないぐらい走って、そしてね家帰ってきて、今日朝、まあ、昨日だったんですけど、今日朝奥さんが運転ご苦労さんと、これガソリン代だよっつって5000円くれたんですよ。まあ500キロ走って今ガソリンがレギュラーリッター165円ぐらいかな、僕の
家の周りは。で、まあ、リッター11、12ぐらい走るんですよ、僕の車が。あの30万キロ走ったステップワゴンが。ちょっと足りないよって笑いながら言ったんです。そしたらすっごい嫌な顔して子供と買い物に行きました。なんか僕が悪いんですかね。うち小遣い制なんで、お給料はあの全部奥さんに渡して、その中からちょっともらって、まあ、本当にちょっとなんですよ。もう本当にもう恐ろしいぐらい、なんていうんですか、嫁さんは悪くないですよ。僕の稼ぎが悪いのも悪いし、世の中ね景気も悪いんで、社長に給料上げてくれとも言わないんで、まあなんで家族旅行のガソリン代ぐらいね出してくれてもいいじゃないですか。でなんだかなって思った話がその2で、こっから本題なんですけど、僕のチャンネルでまあ割と見てもらってる再生数が割とこう今170万ぐらいかな回ってるショート動画があるんですけど、あのいつも行くタバコ屋さんでタバコ買って、でそのタバコ屋さんの横の駐車場に喫煙所があるんですよ。タバコの自販機があって、ジュースの自動販売機があって、危ね。でその自動販売機のところに灰皿置いてくれてて、タバコ吸っていいよって、まあそのタバコ屋さんの敷地内なんで、そこで嬉しくてフュージョンで仕事帰りに買い物に行って、我慢できずにそこで巻いて吸うって、で胸に iPhone 挿して、その iPhone のカメラで撮って、でっていうまあ動画があるんですけど、でまあそれにね、こうタバコもうタバコ嫌いだっていうコメントもあれば、路上喫煙だとかっていうコメントもあって、まあいろいろありますよ。褒めてももらえますし、バカにもされますし、でも全然どっちも良くて、こうなるべくコメントは返すようにしてるんです。でも最近そのコメントの中で、アキラくんに見せてあげたいとか、なんかアキラくんっていうワードがめちゃくちゃ出てくるんですよ。アキラくんで、アキラくんって誰だ。僕の知ってるアキラくんは僕の元カノと結婚してすぐ離婚して今行方不明なんですけど、まあそのアキラくん、僕と名字が一緒なんですけど、そんなことは置いといて、あのアキラくんって誰だと思って、でもアキラくんに教えてあげたい、アキラくんに見せてあげたいっていうコメントがつくぐらいだから、まあ手巻きタバコの動画なんだろうなと思って、アキラくん手巻きタバコでこう YouTube で検索したんですよね。そしたら出てきたんですよ。あの見たことある子で、あのショートとかでね、あのメガネかけて若いんかな、20、23、24かな、ちょっとこうまあなんて言ったらいいんですかね、こうおもちゃにされてるという印象を受けたんですけど、まあ、本人はタバコとお酒が大好きだみたいな動画上げてるんですけど、でまあ多分やったことないけど、男の子だったらあるじゃないですか、やったことないけどやったことあるぜ的な感じ、出す感じ、あの感じ、あの2、3年後に思い出して鼻の奥がこうツーンとする感じ、
あの感じをやってたんですよね。でまあもうむちゃくちゃだったんですよ。その巻き髪をこう出してここにこう置いて、でフィルターを置いて、すさまじい色のシャグをこの髪の上に置いてやるんですけど、もうねこうやってね、こうやってこうやってわー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 、こんなできるわけないじゃないですか。でまあ、あこうね、男の子あるあるのカッコつけなんだなって、思ったんですけど、まあいいんすよ、そんなことは。あきらくん、まあ、2年教えてくれとか教えてあげろって言われても、まあ、僕あきらくん知らないんで、でまああきらくん、あきらくんが例えば、まあないですけど、まあ、あの人はもう立派な YouTuber なんで、あきらくんが教えてくれって言ってくれればそれはもう喜んで、まあ、もっと上手な人いますけど、僕でよければ教えますけど、まあそんなことないじゃないですか。なんでまあこう、ああそう、なんかまあ面白半分でそういうコメントしてんだなって思ってたんですけど、あのあきらくんって何なんですかね。例えばあの感じ、本人クソこいつら俺のことバカにしやがってって思わないんですかね。まあ思わないんでしょうね。でなんか割とね、今時の可愛い女の子とかも出てきて、でまあその何人かでやってるじゃないですか、あきらくんで、あきらくんとまあ何人か映像に出てくる人がまあ全部で4人ぐらいいるのかな。でまあ例えば編集と撮影と云々で10人でやってたとして、10人、まあ10人もいないのか、まあ10人だとしましょう、10人でやってたとして、でまあ結構再生数もあるんで、まあ収益が合うでしょう、それは。で収益が出てたとして、あきらくんはあの中の何パーもらってるんですかね。レギュラーであんだけいじくり回されて、収益の 50% はもらわないと割に合わないと思うんですよ。だったらあきらくんが辞めても、あの映像半永久的にこのインターネットの中に残るわけじゃないですか。僕それが嫌だから、住んでる場所も顔も名前も出したくないんですけど、なんなら声も出したくなかったですけど、もう文字打つのがめんどくさいんで喋ることにしたんですけど、あのあきらくんって一体何なんですかね。あれでももしかしたら作り物のキャラクターなんですかね。本当はすごい賢くて、こう賢くてバカを装、まあバカって伝えたけど、賢くて変なキャラクターを演じてる人っているじゃないですか。その感じなのか、素であれでただいじられてるのか。でいじられやすい人ってこうね、おだてられるとどんどん登っちゃうんで、本人もなんかまだ気づいてない状態でずっとあの状態なのか、分かっててあの状態なのか、まあ知らない人なんで心配することもないんですけど、でもまあね、あのあきらくんってなんなんすかね。僕はそんなことより今から
畑耕してさつまいも植える準備を大急ぎでするんで、そんなこと考えてる暇ないんですけど、こうやってねイライラしたこととか疑問に思ったことをこう言葉に出して口から出すということで僕のストレスは発散できてるんでね。チャンネル登録者数が1400人いきましたよ。すごいっすね。みんな何期待してるんですかね、このチャンネルに。特に何もないんですけどね、詳しく巻き方説明しようかななんて思ったんですけどね、上手にできないんで諦めましたし、今なんてひたすらコーヒー飲みながらわけのわからないことずっと喋ってるだけなんですよ。もうなんならこの喋ってる動画編集も入れずにそのまま、ほぼそのままノーカットで出してやろうかと思ってますけど、まあ前半喋った2つの愚痴はもう今喋ったんでもうどうでもよくなったんですけど、ずっと僕の心の中にアキラ君って何なんだっていうわだかまりだけは残ってます。じゃあ。